還付金が受け取れるなどと携帯電話をかけ、嘘の振り込みをさせる詐欺事件が増加していることを受け、警視庁と2つの信用金庫が共同で対策を始めます。 ATM での携帯電話の通話はしない、させない、ストップ ATM での携帯電話。警視庁と多摩信用金庫、城南信用金庫の2つの信用金庫は、携帯電話で還付金が受け取れると言って ATM に誘導し、嘘の指示をして金を振り込ませる詐欺への対策として、 ATM での携帯電話の通話利用を注意するポスターの設置を始めます。3月末の時点で東京都内での特殊詐欺被害事件のうち、およそ3割が還付金詐欺によるもので、警視庁は他にも都内の ATM に携帯電話を抑止する電波を発する機械を設置するなど対策を進めています。